堀富商工株式会社代表取締役社長の堀畑と申します。弊社は1885年堺で麻織物の製造業として創業いたしました。創業当時、麻織物は綿の椅子の梱包袋になったり、堺の名産であった団通の裏地になったり、アスファルトをコーティングすることで官営畑製鉄所の鉄を錆から守るシートなどに使用されました。現在ではプラスチックの織物やフィルムコーティングなどへ姿を変えています。しかしながら今に至るまで織る、塗る、貼るという技術というのは135年間我が社の技術の核として連綿と守り続け発展させてまいりました。現在の堀富商工では製鉄メーカー様の冷煙、メッキコイル、ブリキ、電磁鋼板やワイヤーコイルの防水紙、防生紙、また防生フィルムの製造において日本で最大のシェアを持ってございます。また自動車部品の輸出の時に密封の梱包をすることで錆やあるいはその湿気を防ぐような防生のフィルム袋であったり、戸建ての住宅の内張り用に透湿はするんですけれども、いわゆる水滴は通さないというそういう特殊な透湿防水フィルム、または病院でドクターの、その感染防止ということで手術着に薄い被膜をコーティングして血液を通さないというようなそういう特殊な加工、そういう幅広い分野いろんなお客様でいろいろな用途として高機能コーティング梱包商品を製造販売しております。製造拠点は大阪堺とそれから福島県のいわきの2か所がございまして、それぞれが同じものを製造できるようにしてまして、それが災害の発生時においても生産の供給を止めないための BCP 対策として機能しております。でまた装置に関しましてはラミネーターが10ミクロンから、まあ、約だいたい60ミクロンぐらいまでの薄膜フィルムをコーティングできるという機械、これが 1.75m、それから 2.2m、2.4m、それから 3.7m と合計4台ございます。でまたいわゆるそれをラミネートしたものをワインディングする機械ですね、これが 2.2m、2.4m、2.6m、それから 3.7m で、またそれを今度そのいろんな幅にスリットする機械ですね、これが 1.7m、これが2台ございます。最終的にお客様が工場で現場で使われるまでの姿まで全てワンストップで一気通貫に加工できるというのが私どもの強みでもあります。現在ではフィンランド、ドイツ、オランダ、イタリアの設備メーカーと提携しまして全自動立体倉庫、全自動梱包ライン、自動搬送装置、自動結束装置、または自動充填装置などを販売しております。やってみなければわからない、それが堀富商工のスローガンです。福島では東日本大震災の被災時に私たち自身が水で困ったことから災害時の応急給水タンクを開発いたしまして、それはホリフトウォーターという名称で販売しておるんですけれども、現在日本全国の自治体様へ販売して、災害が発生した時には私どもその自社のタンクに水を入れて、我が社の社員が全員でボランティアで走り回って寄贈をして回っております。単に物品を販売するという製造メーカーではなしに、堀富商工の製造品目はお客様が今困っておられる課題の解決方法である、プロダクトサプライヤーではなくてソリューションサプライヤーである、そういったものを目指して堀富商工は頑張ってこれからも参りたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。